お疲れ様です。到着しました、コツモスクエア。取材に行こうと思いますので一緒に行きましょう。関西時代のこうジャージなんですけれども、こちらがドコモのジャージです。まあ、2000年ぐらいに NTT 西日本とドコモが一つのチームになりまして、でそれ以降こちらがドコモのジャージ、歴代のジャージになっています。こちらが2011年にトップリーグに初昇格した時に使っていたジャージになります。私らの同期はみんなこの、もうこれですね。私が入社してからもずっとこのジャージを。あ、下沖さんはここ。私もこれです。これです。石塚さんとこ。ちょっとここで合併が NTT と、はい、はい、こちらの NTT と合併が。なるほど。今のユニフォームはこれ。そうですね。今はアディダスさんのジャージですね。はい、スポンサーさんでして、はい、レッドハリケーンズって名前になったのはいつから。レッドハリケーンズはですね、ここからですか、ね、こっちだそうです。今度の今はこれを着て、はい、今度沖縄の名護に行かれるということで、はい、名護のキャンプとでやるのと、はい、普通の練習、ここで南高でやってる練習ってやっぱり違う。はい、そうですね。あれは名護、まあ、私も何回か行かせていただきましたけれども、非常に環境が良くてですね、ラグビーにすごく集中できる、まあ、環境だなというところがありまして、うん、でそちらで、まあ、ワールドカップに行ってるメンバーも合宿から合流しますので、まあ、そこでワンチームで頑張れる、うん、まあ、そういった環境が、まあ、名護にあるかなというふうに思ってます。はい、ビン様、ビン様ですね。ビン様、ビンちゃん、ビンちゃん、ビンちゃん、はい。奥さんがすごく美人っていう。奥さんは美人ですね。娘も可愛いですね。娘さんも。はい、はい、この前生まれました。え、はい、あらー、ワールドカップ直前に。あ、それであの活躍。あるんです。はい、家族が力、ね。家族が力になって。はい、すごい。そうなんですよ。キャンプ用になんかいろいろ準備していくものとかって。あるんですか。こちらで使っている機材はほとんど名護の方に持ち込みまして、まあ、向こうの方で環境としては同じものを使ってトレーニングするという形になります。下のマシンルームにあるやつ全部持っているんですか。半分、そうですね、重り関係はほとんど持っているんですけど、はい、でっかいあの機材とかは支えに持っているんですけど、はい、さっきあのスクラムの機械やらせてもらったんですけど、はい、あれも持ってくるんですか。できれば持って行きたくないなと重さ2トンって言ったら、でも多分持って行きます。あ、はい、全部あの事前に送り込んで、積み込んで、積み込んで、はい、コンテナに、コンテナに入れて、入れて車で、はい、あ、じゃあ船、船ですね、はい、沖縄ですもんね、はい、じゃあ結構かかりますね。これがちょっと、はい、選手はみんな楽しみにしてますか。そうですね、非常に楽しみにしてると思います。はい、先ほど申し上げたようにそこでチームが一つになりますので、そこでいい成果を残して1月からのトップリーグいい形で入っていきたいなと思います。吉
年はワールドカップで盛り上がってるから、プレーブ、お客さんもいっぱいあるから、そうですね、期待値が高まっていると思うので、はい、非常に多くのお客様が来てくださるんじゃないかなと思ってます。ちなみにキャンプ中の練習は見学はできるんですか？大丈夫です。どん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 来てください。はい、ちょっとキャンプの時になんか気をつけないといけないこととかありますかね？まあ、あの動画撮影は基本禁止、写真とかは全然撮っていただいていいんですけど、動画を回してそれを SNS に上げたりというのはちょっとご遠慮いただきたいなと思っています。あとは練習中にあのうわーっとグラウンド入ってくるとかもちょっと危ないので、やめていただけると助かります。で、まあ、あの終わった後とか選手がフリーの状態の時はもう全然調べに出てもらったりでサイン求めてもらったりしても全然構わないので、どきどき見に来ていただければと思います。基本的に、まあ、見て楽しんで、そうですね、選手の人とも話できる、はい、チャンスがある、はい、そうですね、写真はもうどんどん撮っていただいて、SNS にもどんどんアップしていただいて、はい、結構ですね、キャーキャー言っても大丈夫、キャーキャーワーワー言いながら、はい、楽しんでいただければと思います、はい、まあ、名護はまあ昔からあのラグビーが盛んな地域というのを聞いてましたので、うん、まあ、その地で我々もキャンプができるということをすごく楽しみにしてますし、まあ、あの市民の方ともいろいろ交流して、楽しい、実りのある合宿にしたいなというふうに思っています。なんかいろいろね、あのイベントとかも企画、はい、まあ、向こう側でしてもらってたりとか、そうですね、はい、はい、ぜひちょっと名護の皆さんぜひ来ていただきたいです。はい、来てもらってレッドハリケーンのファンになっていただきたい、はい、3月にNTT ダービーが、はい、はい、絶対勝つことを、はい、はい、頑張ってください。はい、あのいいライバル関係にありますので、コムとは本当にいい試合をして最後勝って、いきたいなと思ってます。今回は行ってますか？勝ちます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。見に行きます。お願いします。名前はキム・リョムと言います。ポジションはフッカーとプロップをしています。よろしくお願いします。お願いします。王子拓也と申します。ポジションはスタンドオフです。よろしくお願いします。お願いします。名護に行って行きはるわけなんですけども、はい、やっぱキャンプと普通の練習ってやって練習って違うんです。キャンプ用のなんかトレーニングみたいな。まあそうですね、あの実質やっぱりあのトップリーグ開幕が近づいている中でのキャンプとなりますので、まあ、普段ここではできない、まあ、ラグビーに集中できる環境でできるというところで、まあ、よりこう戦術的なところであったり、トップリーグ開幕に向けて、まあ、ラグビーの、その、まあ、たくさんの戦術であったりっていうチームプレーの要素をこう多く取り入れるんじゃないかなというふうに思っております。なるほど。あとはまあ練習以外のところでも、まあ、その食事もそうですし、お風呂もで寝るのも全員こうチームで行動するので、よりそうチーム力っていうのはキャンプを通して高まるかなっていうのは思います。なるほど。あ、やっぱりみんな仲良くないとって言ったんですけど、そうですね、これを機にチーム力も結束固めてっていうので望まれるわけですね、はい、あ、なるほど。すごいですね、やっぱりラグビーってね、普通のスポーツと違ってね。そうです ね、 ね、やっぱりラグビーの魅力って何かありますか？やっぱりその激しくコンタクトがあるっていう、激しく当たり合うスポーツなので、その生身と生身がぶつかる音ですし、やっぱりそう華麗にパス回しであったり、さまざまなところが見れるのがラグビーの魅力かなっていうのは。まあ、まあ、プロ野球とかとちょっと違って、やっぱ選手がすごく近いの、選手との距離が近いので、まあ、そこでのその、まあ、ファンとの触れ合いであったり、まああのすごくあの身近な存在であり続けるということをある程度テーマにして、あの私たちやってきてますので、そこもあの一つの魅力かなというふうには思っております。なるほど。すごい、まあ、ラグビーね、なんかあの今ワールドカップもすごい盛り上がってて、私もよく見るんですけど、はい、見る機会、いやでもすごい面白いなと思ってます、はい、うん、プロの人から話聞くとね、より一層ちょっと親近感も湧くので。ちなみにお二人はいつもはドコモで社員で頑張ってられるんですね、はいはい、今はどちらの業務をされてるんですか？私はあの京都支店の方で、あのルート営業をさせていただいてます、はい、僕はあの大阪営業部の方で同じくルート営業の方をさせていただいてます。じゃあ日頃はあの代理店営業と二人ともドコモショップとかされて、で、仕事終わってから
日々練習。そうですね。楽しいない。はい。いいんですね。いやいやでもやっぱり職場の方々のあの理解あってのやっぱラグビーだと思っているので、本当にもうすごい素晴らしい環境でラグビーをさせていただいているなという感じです。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ名古屋でも頑張って力つけてもらって、はい、ぜひトップリーグ走り切ってください。はい、ありがとうございます。期待してます。とレッドハリケーンズファンの皆様、いつも声援サポート本当にありがとうございます。今回あのレッドハリケーンズは秋季キャンプを名護市で開催するにあたって、あの実りのある合宿にしてトップリーグにいい準備をしてチーム一丸となって参りたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。この度は、レッドハリケーンズが、名護でキャンプを張らせていただけるということで本当に、ありがとうございます。本当に名護の方々、たくさんの方々があってのこのキャンプだと思っておりますので、少しでも名護の方々に向けて何か元気であったりラグビー の, あの良さであったりを、まあ、伝えることができたらなというふうに我々も精一杯、頑張りますので楽しみにしております。ぜひ、名護ではよろしくお願いします。待ってろ名護、俺たち名護の YouTuber、ハリコ名護シェフです。名護でマッチョ上げるぞー。